世界農業遺産清流長良川の鮎。世界農業遺産清流長良川は86万人の人々の営みの中で清流が保たれています。 Are you ready? Go! 長良川。郡上市白鳥町に世界農業遺産の情報発信の拠点としてジアス認定の5年前に完成しました清流長良川鮎パークです。こちらは触れて遊んで食べて楽しもうをキーワードに様々な体験ができる施設なんです。行ってみましょう。こちら年間約10万人の方がご来場いただくんですけど、その中の約過半数の方が体験されております、実際鮎のつかみ取り広場の様子をご紹介したいと思います。この石板をしていきまして、深さを変えていくことによって、お子様から大人の方まで楽しめるような深さのレベルを変えれるようになっています。でこの中に鮎を保留しまして、実際に掴んでいただきまして、で掴んだ鮎を今度持っていただきまして、塩焼きにして食べていただくっていう、鮎の最大の特徴であるその匂いだったりとか、生態の特徴だったりっていうものを実際触ってみてもらうことによって初めて感じていただく、あとはまた鮎を最終いただきますっていうことの、その命をいただくっていうことに対してのその学びを、という鮎です、長良川の鮎です、キュウリ？なんかスイカみたいな、スイカ、紹介したいと思います。よっ、長谷川先生ですね、長谷川先生です。鮎のトモ釣り釣れるでしょうか。スタートです。どうぞ。じゃあまずハイライト、ただ弱そうな鮎をまず選ぶんですよ。サイズが小さくて生きのいいやつっていうのがポイントで、できました。できました。あっという間に、これがおとりになってくれる。もうこれで鼻管をつけてるので、もうこれでコントロールが可能な状態になりまして、というところで、トモ釣りが始まります。釣れました。お、来た、汗がプロ、汗がプロ、背がかりです。背がかり、一番状態のいい形で釣れるのがこういう釣り方、背中に引っかかる、おー、来た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 、重たい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 、すごいすごいすごい、釣れましたね、釣れましたね、釣れました。いや、重みを感じました。しかも黄色いお化粧が強い子でしょ、これ、これは強い子ですね、素晴らしい、素晴らしい、いい感じで、いい感じでね、やりましたね、やったー、長良川で鮎釣りを体験しました。で、穴が開いてたり、対流が計算されてまして、対流が、そうですね、鮎を焼くためにこのカンカンの高さと、この蒸し焼き状態に、そうなんです、が設計されてるっていう、のが特徴になります、通称鮎カンって言ってます、通称鮎カン、これを取るんですね、そうですね、化粧塩の、そうです、ヒレと尻尾と、で取るときは、こう背中を持っていただいて、背中を持って串を回してもらいます。清流長良川の天然鮎いただきます。柔らかくないですか。柔らかい、身が締まって、しっ
かりして美味しいです。しかもね、長良川の川のもう食べてるんだなっていうこの香り、こちら鵜匠丸は杉山雅彦さん、鵜匠さんのお宅ですね。これ腰身のだ、ちょっとお邪魔しましょう。ありがとうございます。基本的には鵜のタイムスケジュールに合わせて生活をするのが我々1年の生活リズムになる。触ってやって、はい、毎日こう胃の体調を見る。大体20パー前後ね、みんな、はい、手元に置いて、そこから体調を見て、はい、一緒に仕事をすると。パートナー、彼らが気分よく川へ行って、うん、魚を追いかけてくれるように、はい、するのが我々の仕事で、大体平均すると、そうだね、15年20年ぐらい、まあ、野生に比べて倍以上は長く生きて、魚を飼うって書いて、魚飼いっていう名前がついてるけども、その名のと、はい、魚を飼うことが我々の重要な一年の仕事でした。魚を飼いならすっていうかな、言葉的以外、ちょっと表現的以外でわからないけど、うと付き合うことが我々の宿命でもあるし、大変重要な仕事だ。だからもともとその、現在でもそうだけど、長良川っていうのは、人間の生活を基本的に支える川であるっていうのが、現在まで続いている理由が一番大きい。ほとんどの地域と川っていうのは人間の生活とはちょっとかけ離れた、ただのまあ水路になったりとか、水を供給するだけの場所になったりっていうところが多いんだけど、まだな岐阜の場合は実際に川で直接仕事の対象としている部分が結構 まだ多いところ、そういったところを、まあ、残していく、その上に成り立っているのが我々の海峡。もうちょっと足そうかなって思ってるぐらいなんで、今日はこれをやっぱり手繰りを回すんで、親方が、はい、その時に回しやすいようにするために、はい、ムクゲじゃないとぬめりが出るんで、でプラスさっき言ったクッション一木やとすぐ削れてなくなっちゃうんで、はい、準備は完成です。お、完成ですか。はい、長良川といえば鵜飼ですよね。1300年の伝統を誇る川漁です。こちら鵜飼乗り場、今から鵜飼の船に乗り込みます。つながっていますね。川から恵みをいただいて、またその大切な川を後世に伝える、清流長良川、皆さん来てみたくなりましたか？ Are you ready? Go! 長良川。